こんにちは早川洋平です石原明の経営のヒントプラス今日は第410回をお届けします石原先生よろしくお願いします、はい、さあ今日は40代の方からいただいています面白い質問,、はい、質問です、はい、思考の深さがあだになることがあるのでしょうかまたその場合の対処法はありますか まずいいですね短く質問をさあここから少し説明です桂のヒントプラスを聞いたのが5年前か最初に聞きたいことを言ってくれると分かるんだ、はいはい、ここ皆さんよく聞いてください書き方の統一最近なんか、はい、長いです もういいっぱいあるもん、ねはい、だからこれ全部読まないと何なのかが分かんないと選ばれにくいよね、はい、そ,うそうなんですね最初にこういうことを聞きたいですがいいかもしれないぜひ皆さんお願いします <laughs> どう<ぞ>さあ経営のヒントプラスを聞いたのが5年前毎日の通勤などで耳からの効率の良い学習と3%クラブでの情報により明らかに周りの人よりも物事に対する考えが深くなっていると感じ普段の営業においてもお客様からお褒めの言葉をいただくこともありますありがとうございます,すいおう素晴らしいそんな折製品のプロデュース方法に関し意見したら ある上層部の方から「あなたは物事に対する考え方をひねりすぎだ。それは我々の考えるべき範疇ではない。買いかぶりすぎ。分かりにくい。<laughs>」といったように枠を飛び越えた思考をしてしまうことに対して忠告を受けました。もちろん販売している製品に対し直線的思考する方がシンプルで良いというのは理解でき効果的だと思います。ただビジネスに正解はないわけで必ずしも悪いことだとは思いません。うん 私的には一営業マンとしては奥深く考えすぎで立場が変われば問題ないとも思いますし切り詰めた考え方は余白がなく売る方も顧客も息苦しさを感じるのではと思います実際普段の生活で何かを見聞きした時にその裏に何か紐付いて似た事例がこうだったらおそらくこう考えれば点々点など深く考える思考の癖がついているようです、うん、こんな場合シンプルに直線的に考えるように思考を柔軟に生きてできるようにするにはどのような訓練をしたらよいでしょうか、うん P.S. 石原先生は何かを学ぶ時に人に聞かず自分で右を往,往したことが今の石原の過去非線形能になっていると言っていた記憶があります、うんうん、そういう意味では気にせず反論できないくらいさらに深い思考を極めたいが良いのでしょうかというか <laughs> 面白い,い方ですねえいくつの人 ?40 代,40代はい、面白いなはいう、はい、どうでしょうどうでしょうねでも 直線的に考えるように思考を重大に聞いてきるようにするためにはどうするかってことですよね。この人深く考えする癖というか思考があるので、うん、だから考えすぎないような癖をつけるために、なんか感じる訓練をするみたいな <laughs>。これさ、えっと、多分先週の質問とこれ結構リンクしてて、はい、先週のも聞いてくださいって言って、はい、ほら。そうですね。世の中が 技工の,の方がいて、はい、マーケットっていうのはどんどんこう変わってきて、エコノミーとビジネスとファーストクラスってに分かれていくじゃん。はい、で、この人はファーストクラスの志向してるんですよ。うんでも、会社がもしかしたらエコノミーかもしれないから、<ー>うん、いや、これどういうことかっていうと、はい、ちょっと先週のほ聞いてください。ぜひ聞いてください、ね。であの、アメリカなんか行くとすごくはっきりしてて、はい、マーケットがもう完全に変わってるのね。 あの中国とかもそうだってから金持ちが行くとこと<ー>ミドルが行くとそうじゃないところっていうのがあるんだって、はい、それすごいんだけど、うん、お米の業種の人が行ってて中国にお米売ろうと思って富裕層に行こうと思ったら富裕、はい、層がお米をほとんど食べてないて <laughs> スーパーにないんだってお米が<ー>ちょっとしかもあの。も 変なものが入っすごいっすね。ああなるほど。うん、それで缶<詰>ミドルンのところに行くと、まあ、そこそこへ立って一番ロ屋ヤーに行くともうここ米やかくらい米が置いてあると。うん、だからその食べてるものが全然違いますよね<う>と炭水化物寄りってなっててって言って「はい、いやー富裕層にお米売ろうと思ったら中国人金持ちだから」って言って「はい、やめた」っつって帰ってっ言ったんだけど。<laughs> まあね、そういう意味では、航空会社でいうと、エコミノミー、ビジネス、ファーストグラスというに分かれていくわけね。だから、会社がそもそもがどこの商品を期待しているかっていうのは、そこにこうすごいはっきりした線があるから、うんはい、自分の会社の商品がどこの層に向かっているんであれば、そこの層に合わせた思考にとどめておいてあげるっていうのが一つの方向ね。はい、ただこのの人が一番生きるのは 会社ってどっかでアホなことやって富裕層に行きたいとかって言った時には、うん、この人みたいな人がいないと勝てないっていうそうですよねそれだから、うん、この人がこの会社にいた方がいいかどうかっていうのはちょっと自分の思考と違うかもしれないね、はい、うん、うん、なんでもし同じような業種で高級なもの、はい さらにはもっと先のことを描くっていうふうなところに移った方がいいんじゃないか今いる場所ではないかもしれないです、ね、そうでもしこの場所にずっといるんだったらそういう思考で会社を少し動かす例えば、うん、この今の商品に限ってはこういうふうないいと思います、はい、だからもうちょっとこういうふうな商品出すんだったらこうした方がいいと思うし、うん、もうちょっとターゲットを上にしてこういうふうなことをするんであればこういう風なのがいいんじゃないですか、うん、っていうふつつうに、ん、そ、うん、うですね うん、未来を喋るみたいな、うん、いうような感じだけど多分うっとうしがれるかもしれないすで <laughs> にそういう感じになっちゃってますよねうんでもそうするとまず、あ、彼がどうしたいかですけど無理に、まあ、この言葉の定義もあれですけどシンプルに直線的に考える思考になる必要はないっていうことですか、ね、だって人間の脳って気づいちゃったらもっと戻れないですよ, <laughs> きついですよね、うん、だから <laughs> 気づいちゃったら戻れないですね <laughs>、うん まあ業種業界を超えて転職する方法もあるよね。そのファースストクラスの人だったら結局そういういことですすよねね、うん、関係ないですもん、ね、あんあま,、うん、まあそれが強いて言うと自分の業種も引き連れて知識も引き連れて何か活かせるものがあればっていうような感じですけどねあ、はい、まあ年齢が40代ぐらいなんで結構そこはチャレンジがあるかもしれないよねっていうことじゃん。もしくは 会社がすごいでかいんだったら、部門を少しは変えてくれとかですよね、あるいは、自分が意識して、もうそういうお客さんしか相手にしないぐらいの感じで、お客さん味方につけるっていう方法もあるかもしれないね。あそうですね。うんうん、そうこのある上層部の方から言われたということですけど、まあ、経営者がどのぐらい話できるかってあ,あともう一回あってね、はいあの、経営人全部見て、うっういうさ、うん 自分の思考が分かる人間がもしいれば、その人と個人的に仲良くなって、それからでもそうですよね、うん、それからでも遅くなさそうですよね。うん、そうか、楽しみですね。まあ、そういう意味では、思考の深さがあだになることはあり得るということですね、そのいる環境によってはまあ、だからその、<laughs> それは扱う商品なり、はい、そのターゲットとしているところがそこにいて、はいうん、そこの発言は合わないっていうことだよね。 うん、ただそういう意味では、今の商品だったり、このマーケットだったらこうです、はい、いいと思います。ただ、こういうことやこういうことがあったりとかするから、それはお考えになってくださいとかさ、うんはい、そういう感じ伝え方ですよね。うん、面白いですね、メール見ただけで、やっぱりどういう感じかって分かりますね、その人が、こういう質問いただいてると。本当にそうでさ、前回もそう先週と今週の話もそうなんだけど、はい、日本の社会って本当にこれからこう差がついていくんだよね。日本人ってそそうういう意味ではその とがみんなで同じこししまそうですねだから同じスーパーに金持ちもそうじゃない人も全部いるっていうのは社会ではそまれなのね本当そうですね、うん、だからこれがどんどんこうカテゴライズしていくっていうことが多分起きるんじゃないかな、うんうん、だからそこに合わせて企業群もすごく多いわけなんだけど、はい、あのなんかわかんないけど同じようなものを、うん 例えば、ちょっと幅の広いミドルみたいな感じで、全部の会社がやってるでしょ、はい、だから、みんなのためになってるんだそうそう、だから本当に、いや、うちはもう高いとこしか行きませんとか、うちはこのミドル層の中のこれですとか、あるいはうちはもうローワーだけど、ここはすごい特徴があるみたいに、もっとこう、うん。 それぞれの特徴をしっかり主張するとか、うん、そのマーケットに対して合致するようなことをやれば、もっといろんなマーケットがあるんだろうね。うん、なんか今までセンチ隊になったら本当にミリ、ミクロン単位でね、やることを決めた方が良さそうがよねう,ん、うん、でうちなんかだって、基本的にはもう本当に優秀な会社しかやらないって言ってるし、うんねまあ、どっちかっていうと、今大変なものよりも、将来もっといろんなことをしたいっていうところだけをやりますって言ってて、もう十分成り立っちゃってるし、すごい面白いことになって でもあれですかこうちょっと脱線しますけど、うん、先生というか先生の会社もどんどんそういうアッパーというか、うん、ハイクラスの人になってると思うんですけど、うん、最初からそうだったんですかまあまあ最初からかなり高い人を目指してあの、うん、がお客さんだった気がするんですけどそれはこう角度上がってる気するけどもうちょっともっと全体をみたいな時もあったんですか最初とか。ほんね分かんないんだけどねあてかそれはさ何かっていうとねみんなはさ会社の。 動かし方が分かってなくて売上が上がががっていいいくここととみんないいことだと思ってんだだよねだから、うん、多分初年度が1,000万だったら2年目は2,500万でその次は3,000万でみたいなことを考えてりするわけでも売り上げっていうのはさ将来どこに行けばいいってことなわけで売り上げを上げることと中身を考えることっていうのを一緒にやっちゃうとすごい大変なわけ、うん、だから売り上げが上がるって一応生きていけるってなったらそこで止まんなきゃいけないよまずは。 だからずっと1000万を3年も4年もやったのがよくて、その中に次はどこのマーケットに行くべきかを考えればいいわけですよ。うん、ところが、売上を上げながら、あっちもこっちもやろうとするから、すごい大変なことが起きて、結局、ただ単に売上を上げる会社になってしまうってことがすごく大きいのね。そして立ち止まれって考える時間もないですよねそうそう僕はそんなことをどうでもいいと思ってて、売上はもうコントロールすべきだと思ってるから、コントロールしながらどこの、じゃあ次は何を主体にどういうことをやるか。 っていうふうにすればそこのマーケットにトライしてってそこがうまくいけばそっちに移ればいいわけじゃん僕、はい、はそうにやったよ、うんうん、だからとりあえずいろんな仕事もしてみながら、はい、どういうお客さんがいいかって考えて、うん、でそこに向かっていくためには中変えないといけない、はい、チューニングしなくちゃいけないっていうことがあるわけじゃん、はいうん、それで行ったから何ら苦労がない、はい、でまあ例えばもっとまた別のとこ行こうと思ったら売り上げコントロールすればいいんだけど、はい、なんかわかんないけどいまだにそのなんつうの バブルというか目標は必ず前年よりも高い方がいいで、うん、右肩上がりにしろみたいな。うそ,うそ,うそ,うそうそうそう。何やってんのって話だね。進歩ってそう思うんじゃないでしょうってう。盲、ね、目的になると危険です、ね。拡大と進歩は違うでしょっていうそういうのはみんな分かった方がいいですよね。うんうん さあえー、今日の質問とそして今の先生のお話と関係あるんですがこれちょうど配信される頃はですね経営のヒントプレミアムの方もリリースされてるので今回第79回ということでまさに今の話リンクしますが「石原流働き方革命」ということでうんまあ頭よくなりたかったら聞いた方がいいよ <laughs> 確かに <laughs> それから思考が停止すると思うよどっかのタイミングで聞いてもらって、うんうん、その思考の停止とか 飛行のエアポケットに落ちる。 状況を確認して、はいはい、しててそこからきいいでもまさにこうネタバレしちゃうんですけど今回のこのテーマ自体が自分が次の、まあ、ステージというか、うん、次元に行くための革命なんかこうフックされる内容になってると思うんでそれ聞くこと自体が多分次にいける本当にチャンスになるかなと思いますので、うん、ぜひ皆さんこれ聞いてる方今日の内容ともリンクしますので石原ッ .com の方に k n o y t プレミアム ののご案内ありますのでプレミアムって有料版ね、はい、今、1回ね、あのうん、ただで聞けるのずっとやってますから、そちら聞とにっく、うん、それ聞いてもらって、はい、え、こんなこと喋ってんのみたいな、まあこの、もともとこの番組は Q&A だから、頂い,いたお題に対して答えてるんだけど、有料版の方は1時間だもんね、はい、40分、10分、10分で、その40分は僕がもう、これ重要だから、ちょっとまとめて喋るねっていうのを、僕発信で出してるから。はい 次元が違うことになってて、ね、最近その次元の振り切り方が激しく振り切ってるでしょ、はい、やばいです。もうなんか普通にいない感じ <laughs>、はい、いない感じです。<laughs> もうかなりの次元が違うので、ぜひ一度怖いものを見たさの方はぜひチェックしてみてください。ということで今日はですね、経営のヒントプラス第410回お届けしました。石田先生ありがとうございました。ありがとうございました。